カウンターシャフト、1、インプットシャフト、2、スプリッターハイギアホイール、3、ベアリング、4、スプリッターシンクロナイザー、5、スプリッタースライドスリーブ、6から6速、ギアホイール、7から3速から4速ギアスライドスリーブ、8から2速ギア駆動ホイール9、9交代ギアシフトレール、10から3速から4速ギアシフトレールシフトチェンジは、手元のシフトレバーを動かし、 それにつながるシフトフォークシャフトがスリーブを押し、スリーブをギアに噛ませることで行う。スリーブを移動させることで、シンクロナイザーキーがメインシャフト軸方向に移動し、シンクロナイザリングを押す。シンクロナイザリングはメインシャフト上を空転するようになっている各ギアのコーン部分にあたり、クラッチの役目をする。スリーブはシンクロナイザリングを ギアのコーン部に押し付けて摩擦により、シャフトとシンクロナイザリングとギアの動きを同期させ、シンクロナイザハブとシンクロナイザリングとギアの刃を噛み合わせる。マニュアルトランスミッション車におけるシフトノブの例5速マニュアル車のシフトパターンの例、マニュアルトランスミッションもしくは手動変速機とは、運転者が減速比を選択して操作するトランスミッション。 主に内燃機関が原動機である自動車やオートバイ、農業機械などに装備されている。操作が容易で燃費、ドライビングフィールも改良されてきたオートマチックトランスミッションが普及した現在は著しく減少している。一般的にマニュアルトランスミッションは減速比が異なる歯車の組を変速段数と同じ数だけ持つ。これに対し、 代表的なオートマチックトランスミッションは、優勢歯車機構の動作を切り替えて、減速比を変更しており、変速段数とギアの組数は、必ずしも一致しない。現代の自動車の MT は、運転者が任意のギア団に飛び越して変速できる一方、オートバイやレース車両の MT では、隣り合うギア団でしか変速することができないものが多い。後者を、特に、 シーケンシャルマニュアルトランスミッションと呼ぶ。AT が開発され普及した結果、レトロニムとして、旧来の手動変速機が MT と称されるようになった。イギリス英語では、マニュアルギアボックスとも呼ばれる。日本語の慣例では、MT、マニュアルなどと略称される。一部で MT を指して、ミッションという略語が用いられる場合があるが、ミッションは、トランスミッションの略であり、 MT か AT かを区別することにはならない。2010年代において、日本国内の自動車販売台数における、MT の普及台数は少なく、業務用の大型車や作業用車両、趣味性が強いスポーツタイプ乗用車などに搭載されるに止まる。またスポーツタイプでも高価格帯ではほとんど、絶滅状態で、フェラーリ、マクラーレンといった代表的なスーパーカーメーカーでは、 MT を全廃することも珍しくなくなった。フェラーリ最後の MT 設定車であるカリフォルニアでは、英国で販売された260台のうち、MT はただ1台だけであったことからもその需要の少なさは伺える。一方、ポルシェや BMW は以前として、MT 車を残しているほか、マツダは CX-8 を除く、全ラインナップに MT を設定するなど、 中引く価格帯を中心に、需要は、多少残っている。マツダのバイアテンザは、売り上げの10%、ロードスターに至っては75%が MT である。近年はトヨタもエンジン回転数自動調節機能を、持つ i m t を開発して、一般向け乗用車に搭載するようになってきている。上手の構成は一例であり、上手で、アウトプットシャフトに、 保持されている歯車がインプットシャフトに保持される場合もある。また前輪駆動車のようにディファレンシャルギアを内蔵する場合もある。自動車用の MT では3段程度から10段を超えるものまで用途や時代に応じて異なる段数の前進ギアを備え、後進ギアは1段の場合がほとんどである。上ョのようにインプットシャフトとアウトプットシャフトが同軸となる MT では 最高段のトップギアで歯車を介さず両シャフトを直結して伝達する構造を取り減速比を1、1とするものが多かった。この方式を初めて採用したのは1898年にルノーがド・ディオン・ブートン車の改造で開発したボワチュレットで通常対用されるトップギアで MT 内部の摩擦を減らし効率よく駆動させる狙いがあった。以後、 世界各国が追随する方式となっている。エンジン回転数より出力軸の回転数が高くなるのギアはオーバートップやオーバードライブと呼ばれ、エンジン回転数を低く抑えて静粛性、経済性を高める効果があったが、その普及は道路交通の高速化が進展した第二次世界大戦以降である。MT とは別体のオーバードライブユニットが組み込まれたものもあり、 代表例として、イギリスの MG、MGB では、シフトノブに組み込まれたボタンによって作動させた。MT を構成する歯車や、シンクロメッシュのシャフトは、複数あるが、車両の駆動方式によって、入力軸と出力軸の配置や数が異なる。例えば、フロントエンジンリアドライブ車のように、一方から入力を受けて、反対側へ出力する場合、ジョーズのようにインプットシャフト。 カウンターシャフトおよびアウトプットシャフトの3本がある。インプットシャフトとアウトプットシャフトは同軸上にあるため、一方の端が中空でもう一方の端がその中に挿入される場合もあり、この場合は両方を合わせてメインシャフトと呼ばれる。一方、前輪駆動車に多い入力軸に向かって出力する形式の場合は、 インプットシャフトとカウンターシャフトの2本のみ存在する。4足 MT の機構模式アニメーショントランスミッションに組み込まれる歯車は選択された段位の歯車だけが噛み合う選択衆動式と各段の歯車が常時噛み合いつつ、噛み合いクラッチで歯車とシャフトを1段だけ接続する常時噛み合い式がある。選択衆動式では歯車は シャフト上をスライドできるように保持されている。歯車の紙面を滑らせながら、噛み合いと分離が行われるため平ら歯車が用いられる。黎明期の自動車では一般的だったが、滑らかな変速には高度な技量を要するため、現代の自動車用途では交代ギアを除いて常時、噛み合い式にとって変わられている。常時噛み合い式では、歯車は、シャフトとは、 独立して回転し、各段の歯車は常に噛み合っている。歯車の側面と、シャフトには噛み合いクラッチ用の歯が設けられ、変速操作時は対応する。クラッチスリーブがスライドして、歯車とシャフトの歯を接続して、動力を伝達する。自動車用の MT には、シンクロナイザーと呼ばれる機構が組み込まれることが一般的で、これを備える変速機構は、 シンクロメッシュと呼ばれる。これは常時噛み合い式変速機のクラッチスリーブと歯車が噛み合う際に滑らかに互いの回転速度を同調させる機構である。クラッチスリーブと歯車は互いに異なる回転速度で回転している場合がほとんどで、その速度差が大きい場合は噛み合い場の衝突による騒音が発生したり機構を痛めることもある。 シンクロナイザーは、クラッチスリーブと歯車の間の同軸上に介在し、変速操作によって滑らかな面で荷重を受けながら、歯車へ押し付けられ、摩擦力で、クラッチスリーブから歯車へと回転を伝達する、方式が広く普及している。シンクロメッシュが普及したことで、自動車の運転がより容易となった。古くは、 自動車用 MT もシンクロナイザーを備えていないのが一般的でシンクロメッシュが普及した後には対比的にノンシンクロトランスミッションと呼ばれるようになった。耐久性や整備性の観点からノンシンクロトランスミッションは現在でも大型の自動車、建設機械、オートバイあるいは競技用の自動車などで利用される例がある。一般的な自動車用の MT では 前進ギアが2つの歯車で1組であるのに対し、後進ギアは、リバースワイドラーと呼ばれる歯車を加えた3つの歯車が1組で構成される。前進ギアよりも歯車を1つ多く介して、伝達されるため回転方向が逆になる。前進ギアに常時噛み合い式が採用されることが、一般的になってからも、後進ギアには、 選択修道式が採用されることが多かったが、更新ギアにも常時噛み合い式が採用され、同時にシンクロナイザーが組み合わされるようになった。選択修道式の場合、カウンターシャフトとアウトプットシャフトに固定された歯車は互いに噛み合っておらず、更新が選択されるとがこれらの歯車の間にリバースアイドラーが挿入されて動力を伝達する。 そのためリバース時には独特のウメリオンが発生する。また、選択修道式の場合は平ら歯車であるため、ハス歯歯車を利用した他の段位に比べると、走行時の騒音が大きくなる。MT はオイルで潤滑されていて、定期的に交換しなければならない自動車も、ある一方、交換を不要とする車種もある。マニュアルトランスミッションの潤滑に用いられるオイルは、 ギアオイルと呼ばれ、紙面の滑りや紙面にかかる圧力で油膜が切れるのを防ぐため、硫黄やリン、亜鉛などからなる極圧添加剤と呼ばれる化合物が添加されており、特有の匂いがある。ただしギアの種類の関係から、ディファレンシャル系統などに比べ過酷度は、一般的には厳しくなく、また極圧剤がシンクロメッシュへの攻撃性を持つ場合があるため、 ディファレンシャル系統よりも極圧性の低いオイルが指定されることが多い。しかし、ディファレンシャルと一体化したトランスアクスルにおいては一定の極圧性が求められるためシンクロ攻撃性とのバランスが求められる。一部の製造業者ではギアオイルにこれらの添加物を使わず、近年までは通常のエンジンオイルを指定していたが、現在では自社ブランドのギアオイルを指定している。 4サイクルエンジンを搭載したオートバイの MT はエンジンのクランクケースと一体化したギアハウジングを採用している車種がほとんどでエンジンオイルによってトランスミッションも同時に潤滑する各変速弾の間の歯車比の差が比較的小さいトランスミッションはクロースレシオトランスミッションと呼ばれるクロースは近いのいで歯車比の差を小さくすることで 変速前後のエンジン回転速度の変化を小さくできる。AT 搭載車やセミオートマチックトランスミッション搭載車とは異なり、MT 搭載車ではクラッチの操作を運転者が行う。車両を停止させる場合やシフトチェンジを行う際にはクラッチを切ってトランスミッションへ伝達される動力を遮断する。自動車ではペダルによって、オートバイでは ハンドルの左側についたレバーで操作するのが一般的で単純な動力の断折だけでなくクラッチを滑らせながら部分的に動力伝達させるハンクラッチと呼ばれる操作も MT 搭載車を運転する上で不可欠な運転操作である。途半路で発進する際はクラッチを切ったままブレーキペダルから足を離すと車両が後退してしまうため これを防ぐためにパーキングブレーキを利用し、クラッチ接続と同時に徐々にブレーキを解放する運転操作もある。坂道発進と呼ばれ、日本の自動車教習所では、MT 車を運転する実技の必須項目となっている。左足でクラッチを操作するのと同時に、右足でブレーキとアクセルを同時に操作する場合もあり、ヒール等と呼ばれる。三つのペダルで、 運転操作を行う MT 搭載車特有の操作方法である。また、モータースポーツなどで行われる特殊な操作方法として、走行中にアクセルを開いたままクラッチを切り、エンジンの回転速度が上がったところで急激にクラッチを接続する操作もある。故意に駆動輪を空転させて、エンジンの回転速度を出力が高い領域、 すなわちトルクバンドに保って走行するための運転技術である。駆動輪が空転するため車体の挙動が不安定になるが、これをドリフト走行のきっかけに利用する場合もある。トランスミッションをニュートラルにしないまま、クラッチを踏まずにエンジンを始動させると車両が走り出して事故につながる恐れがあることから、日本国内では、 1999年7月以降より新車で販売されている MT 車にはクラッチを踏まないとエンジンがかからないクラッチスタートシステムの採用が義務付けられている乗用車の場合一般的な自動変速機と比較すると次のような特徴がある AT 車のカタログにマニュアルモード付きなどのように記載されていれる場合通常のモードでは 自動で行われる変速をドライバーの任意で選択できるスイッチを設けた AT を示している。CVT の場合は自動制御では変速比を無段階で連続的に変化させているがマニュアルモードでは CVT の変速範囲の中で段階的に設定された変速比をスイッチで選択できるように制御する。いずれも変速比を任意で選べるだけであり、 MT のようなクラッチ操作は不可能かつ不要である。英語圏ではマニュアルモード付きのトルクコンバータ式 AT はマニュマティックと呼ばれる。現在の F1、ナスカール、インディカー、スーパー GT、DTM、WRC、ルマンなどのプロ向けビッグレースではのきなみセミ AT が採用されており変速の速さで劣る MT は完全に絶滅している。 一方 86BRZ レースやスーパー耐久のようなアマチュア色の強いレースやドリフトのような特殊な操作を必要とする競技は以前として MT が主流である小型バイクなどに使われる自動延伸クラッチ等を利用した手動変速機もセミオートマチックトランスミッションもマニュアルモード付き AT も共に日本の運転免許制度上ではクラッチ操作 ペダルクラッツ操作レバーがなければ、オートマチック限定免許で運転が許される。MT は比較的製造コストが低く、動力の伝達が効率的であったため、かつては MT が主流で、AT はオプション設定であることが多かった。特にエンジンの小さい小型車については、初期の AT はトルクコンバーターの損失が大きく走行性能、燃費性能が悪かったため、 エンジンの動力を効率的に使える MT の方が適していた。しかし近年の車種では無断変速機や AT の方が燃費でも走行性能面でも優位に立っており性能的アドバンテージを失った MT は大きく数を減らした。日本では1980年代後半まで MT は四輪自動車の変速機構の主流であったが今は モデルチェンジや改良により、MT を廃止し AT もしくは CVT のみに縮小されることが多い。また、三菱自動車のように、自社生産車から MT を全廃する意向のメーカーも現れた。モデル別に見ても、他人数乗りミニバンでは1999年の、日産、セレナのモデルチェンジ、トヨタエスティマエミーナ及びるシーダのモデル廃止をもって、ラインナップから姿を消した。 2017年の国内 MT 比率は2.6%であった。このように MT は完全に時代遅れのイメージが強いが、2019年現在でも、スバル WRXSTI や、トヨタマーク XGRMN のような MT 専用モデルが販売されているほか、スズキジムニー、ホンダ S660、トヨタ86、スバル BRZ、 マツダロードスターのような安価かつ趣味性の強い四輪車種では MT が AT より売れているものもある。またマツダやトヨタは趣味性のそれほど高くない車種にも積極的に MT をラインナップしている。鈴木は現行アルトワークスで MT を操ることを前面に押し出して洗練している。またトヨタの i m t のようなギアチェンジに合わせて エンジン回転数を調節する機能を持った MT も増えており、MT のハードルを下げる努力がなされている。トラックやバスなどの商業用大型車では、流体クラッチの伝達ロスから必然的に生じる数、数パーセントの燃費の差を克服できず、商業用途で厳しく要求される燃料コストや、整備性、積載時の走行性能の問題から、MT 車が主流であった。 しかし2000年代半ば以降 MT をベースとしたセミオートマチックトランスミッションが実用レベルに達し MT 車と遜色ない燃費、走行性能が実現したことでトラックでも AT、AMT への移行が進んでいる。大型、中型バスも2000年代までは MT 車が主流であったが交通バリアフリー法によるノンステップバス化。 ハイブリッド車の普及やエンジンの消費器量化に伴って AT、AMT への移行が進んだ結果、2021年時点では、大型観光バスは、日野、セレガとイスズガーラの一部使用のみ、大型路線バスの新車ラインナップからは消滅。小型トラックとパワートレインを共用するマイクロバスには、残る程度となっている。日本のタクシーも、同様、 1990年代までは MT が主流であったが、2014年の第2種、普通運転免許取得者の15,701人中、55%の8,649人が AT 限定で取得している。タクシー用の車種構成も、2008年から2009年にかけて、トヨタクラウンコンフォートや、トヨタクラウンセダン、日産、セドリック営業者が、 AT のみになった。クラウンコン4とクラウンセダンの後継タクシー専用車であるトヨタジャパンタクシーもトヨタハイブリッドシステムと称する電力機械併用式 CVT 専用車である。オートバイでは 50cc スクーターを除き、ほとんどがクラッチレバーを持つ MT であったが、いわゆるビッグスクーターブームで一時的に 250cc クラスは 販売台数の大半が AT となった。それに伴い2005年には普通二輪免許と大型二輪免許に AT 限定が新設された。現在はビッグスクーターブームの衰退と川崎忍者 250R などのスポーツバイクのヒットで 250cc クラスにおける MT の販売比率が戻りつつある。なお、オートバイの場合は MT といっても 現代の自動車と違ってほぼ全てがノンシンクロトランスミッションである。大型トラックや特殊車両などの場合、MT では操作に習熟したものでないと発信すら困難な場合があるが、AT では自動車の運転ができるものならある程度運転することは可能であり、小型車両においても片手片足を負傷した状態でも運転可能となる。 戦車のような走行車両でもかつては MT が用いられたが、現在では、大馬力化に伴い MT 変速が困難となったため、基本的に AT が用いられている。東アジア、北米、中東、東南アジア、豪州などは AT 車が主流となり、次のような状態が発生している。1980年代以降、一般的な乗用車は AT への移行が進み、 アメリカの MT 社の普及率は4.4%、日本の場合は1.7%である。アメリカと日本のメーカーの各国内向けに販売される車種は、ほとんどが AT を搭載した仕様で、現在も MT が主流な欧州車も、日本や北米輸出されるものには MT が設定されていない車種が多い。その他東南アジア、中国、中東、 ゴーシューなどでも AT が標準的である。ヨーロッパでは MT 車の販売台数が多く、日本のメーカーで日本国内仕様には MT を設定しない車種でも輸出用には MT を設定している車種がある。ヨーロッパで MT 車が多いことについてプジョーはヨーロッパの人間は AT について知識不足であり、ネガティブなイメージを持っていること、販売価格が MT より高く普及しにくいとしている。しかし、近年は、イタリア車フランス車では、AT の技術が大幅に進歩してきており、ラインアップにも多数採用されてきていることから、AT のイメージも改善。片手が自由になるメリットも認知されるようになり、車種によっては過半数から90%が、AT 車が選ばれるなど、徐々に AT が主流となりつつある。 ありがとうございます。